お前、どうせ力が有り余ってるんだろう。たまにはこっちのことも手伝ったらどうなんだ。我らが第七宇宙のピンチなんだぞ。なんとしても大会で優勝しなきゃならないんだぞ。力づくでもお前を大会に連れていく。あらあら、ビルス様ったら完全にお怒りモードのようですね。今のビルス様はまともに相手をしない方がいいかもしれませんね。まあ、もしもあなたが勝てたら完全に諦めてくれそうですけどね。破壊神の僕がいいセンスを持っているようだな。まったく、どうして私がこんな一善人にもならないことをしなきゃいけないのさ。邪魔だ。お前が来ないといつまでも仕事に戻れない。恨みはないが、おとなしくしてもらおう。どまで近づいたらお菓子くれるってミルスが言った。くそ、おとなしく捕まれ。驚いたよ、ここまでやるなんてね。これはまずいね。もう少し鍛えておかないと、私の1000万ゼニーが。思ったよりはできるようだね。俺の動きについてこられるやつがいるんだな。軽い怪我じゃ済まないぞ。何？なかなかやるな。破壊神が目をつけるだけのことはある。すごいなお前、俺驚いたぞ。お前と戦うの面白い、もっとやるぞ。本気でいっぱい遊べる。お前強い。お菓子食べたかった。おめえには悪いけど、ビルス様ってば一度言い出したら聞かねえから。俺一人でも十分だが、使えるやつが俺に越したことはない。少しは楽しめるらしいな。何やら楽しそうなことをしていますね。私も混ぜてもらいますよ。おいフリーザー、体動かすのはいいけど悪さすんじゃねえぞ。もしふざけた行動をしやがったら、この俺様が今すぐ地獄に送り返してやる。貴様、この俺を舐めやがって。死にたいようですね。なんだと。なるほど、やりますよ。こんなはずでは。どうしていいのであれば、私が 200% 勝利できるんですよね。ねえ、一体どんなトレーニングしたんだ。なかなかやるな。ちょっとやべえかな。ひゃー、やっぱおめえ強えな。おめえが大会に出てくれりゃオラたちも安心なのによ。事情はよくわかりませんが、ビルス様たってのお願いですので。大獣宇宙の立場からすれば、私が力を貸す理由はないはず。ごちゃごちゃうるさいぞ、黙って戦え。サバキモ、サバキモ、野蛮な。少し甘く見ていたようだ。こんなところでやられるわけにはいかない。
裁きを受けるがいい。なんということだ。こうなったら本気でやってやる。後で後悔しても知らないからな。あがめよ、不死にして最強の神ザマスを。おいが本気で行かせてもらうぜ。我が姿は正義、我が姿は世界。うるさい。大体どうしてお前がここに存在している。一体何しに来た。神に不可能などない。唯一の可能性である。唯一の存在なのだ。相変わらず訳のわからんやつだ。我が大いなる力、我は不死身だ。遅い。こう我が光を前にひるまぬとは多少はできるようだな、小高し。我が大いなる力、我が光が叶わぬというのか。我が王になる力、なんだと。負けな、そんな。俺もこのくらいはできるんだぜ。ちょっと油断したね。やるじゃねえか。俺もこのくらいはできるんだぜ。俺をここまで追い詰める奴がいたとは。やられちまったぜ。覚悟はいいな。さあ、君の力を見せてよ。強いんでしょ。もう終わりだと思った？残念。まだまだ、これからだよ。この人の本当に最後、俺の奥の手だ。
頼まないよ。これで第七宇宙が負けでもしたら一生恨んでやる。化けてどこまでも出てやるんだからな。負けてしまった場合は何もかも完全に消滅するので、化けて出る魂も残りませんよ。うるさい。